さあ皆さん始まりました。今日の日付7月の28日15時23分ですね。 FOMC の結果を受けて米国株上昇、ナスダック 4% 以上急反発なんですけど、今日日経平均ですね、行ってこいですね。まあプラス100円ぐらいで着地はしてるんだけども、前場で大きく上げたところから値を消すような形で動きが入ってます。で、騰落レシオは依然として過熱気味、はい、そういった状況の中で上値重たい展開まだ続いてますよね。今後どうなっていくか、ちょっとね、不確定な様相はまだ呈してるかなと。まあ、日柄調整でね、が続いてくれたら嬉しいんですけどね。そっからもう一回こうパンって米国株がもし上がってくるなら、日経平均も連れ流してくる可能性があるし、過熱の修正の後にですね、まあ、そこあたりの分析も米国株の分析した後に日本株の分析ね、連動させてやっていきたいと思います。で、僕のプロフィールに関してはツイッターに載せてるんで、そっち見とってください。7年間で証券会社に勤めてた元証券マンです。最終本店勤務で社長賞を連続で取ったりとか、しっかりとね、実務経験実績残してやめてこういった配信をしてるんで、知識をねしっかりと身につけてるものが話してるっていうことを前提に聞いてほしいし、あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会もしてるんでね、もし検討してる方、まあ再現性でねさらにつけたい方がいたら、まあ検討してみてください。というわけで、まずはいつも通りニューヨークダウの冷やしチャートの分析からいきましょうかね。まあ FOMC の後に大きく上昇、436ドル高で、直近のここの高値安値のフィボナッチの 61.8% 戻しラインですね。ここのラインを終値ベース一応抜けてきてるんですよ。抜けてきている。で、目先目指すところはここの半値戻しラインですね。ここの4月の高値からボトムの半値戻し。32,571ドル。まあ、ここまで戻すかどうかです。で、ストキャスティックスは依然として過熱気味のライン来ていて、ここのねラインを一応抜けてるんですよ。ここの高値ラインをですね。なんでトレンドラインが1本出てるんですよ、今の段階で。で、先物の動きも見てるんですけど、今のところね怪しい動き方はしてない、まあ小動き状態なので、今晩ねちょっと楽しみではありますよね。さらに上がってくるかどうかってところに関しては、まあ MACD もね鋭角に切り上げて上昇トレンドを形成していて、ここの上値抵抗ラインもちょっと引いとこうかなと思うんですよね。このラインですね、抜けてくるとおもろいと思います。はい、そんな感じですね、ニューヨークダウに関しては。 S&P500 は 2.62% 急伸、ここはねハイテク株が上がったんで、直近の 61.8% 戻しラインを抜けたと。はい、でここの高値ライン目指すような動き方に今変わってきてます。で、目先はここの 61.8% 戻しラインですね。このライン4050ポイントぐらいを終値ベースで抜けてくると、おそらくここの高値かな、そこまで上がってくるような形になると思うんですよ。で、 RSI の上値抵抗ラインはここですね。このラインはもう抜けて捉えてるんで、さらに意識すべきところはここですね。ここのラインが一致してるから、この三角持ち合い、この上値抵抗と下値抵抗の三角持ち合いを上に抜けてくるかどうか、それが今晩のポイントで、ビックス指数を見てもですね、今のところ怪しい動きはしてないんですよ。これ市場の不安心理を表す恐怖数で、機関投資家がヘッジをかければかけるほど下がっていく、まあ上がっていくですね、上がって傾向にあって、株式マーケット、まあ株価指数と逆の動きをするんですね。これが急騰すると株式市場は急落っていう形にパターン的にはなるんだけど、ポイントなのが MACD、はい、依然としてまだね青のライン切り下がってるんで、ゴールデンクロスを組むような動き方はしていません。ということはまだ極端なねヘッジはかかってないってことですよね、急落に備えた。ここはね今のところ林動きはしてないんですよ。まあ、パラボリックと冷やしとの距離感がね近いんで、そこはあれなんだけども、ボリバンの中央線、この赤のラインはまだ抜けてないから、トレンド転換まだねちょっと猶予があるかなって気はします。そんな感じですね。はい、で昨晩、まあ、FOMC の中身ですね、どういったものが出てきて、パウエルさんどういった発言をしてきたかっていうところなんだけども、それに関してはここのニュースね見てほしいんですね。はい、米国株式市場は上昇して取引を終えたと。ナスダック総合は2020年4月以来の大幅な上昇率を記録した、まあ、4% 以上上がったって感じですね。 FRB のパウエル議長がFOMC 後に行った会見での発言が投資家に安心感を与えたと、まあ、こういった形で、ね、発言が出てます。で、会合後パウエル議長は政策の方向性について信頼できるガイダンス、まあ、データだよねを会合ごとにしか提供できないことできないと発言、まあ、ガイダンス、データじゃないですね、ガイダンスですね発言。これに対して
チェスインベスメントカウンセルのプレジデントですね、ピーター・タス氏は、パウエル議長が今後の指針をデータに委ねようとしたことが市場を安堵させた。議長は自動的に再利上げが必要だとは言わなかったと評価したと。まあ、ここあたりの発言を受けてからのその切り返しっていう形になってるみたいですね。あとはね、下の方にも書いてるんですけど、マイクロソフトの売上高見通しや Google の親会社アルファベットの決算を受け、企業業績への期待も高まり、市場を支援したと。マイクロソフト、アルファベット、昨日ね、決算後に休診しましたからね。そこあたりもやっぱし全体のムードを良くしたし、はい、良くしてるんですよね。まあ、その他のね、携帯サービス大手の T モバイル US は 5.2% 上昇とかね、まあ、一応こういったニュースは出ています。まあ、ここあたりの情報を理解したうち、まあ、皆さんでもツイッターであったり、インスタとかでも見てると思うんですけど、ツイッターであったりとかね、ネットニュースとかでも見てると思うんですけどね、朝のモーニングサテライトでも言ってますし、一応マーケットは目先の安心感は出てるという感じかな。パウエルさんがデータ次第で利上げ検討っていう感じで言った関係でね。はい。そんな感じですね。で、セクター別騰落率。昨晩の米国株セクター、一番変動が激しかったセクターはここですね。コミュニケーションサービスセクター。ここ 5% 急伸してるんですよ。で、これが、ここのセクターが上がってる原因は、もうアルファベットとメタですね。ここあたりが、まあ、昨晩急伸したからですね。はい。その関係で上がってるという感じです。昨晩の動きはね。うん、まあ、メタに関してはちょっとね、決算の中身があれだったんで、今晩どうなるかっていうところなんだけど、で、あとインフォメーションテクノロジーセクターも 4.29% 上昇、ハイテクグロースめちゃめちゃ強かったです。あとは一般消費財、ここも 3.85% 急伸して、で、上昇4位がエネルギーセクター、ここ 2.2% 上がってるんですね。まあ、その他のセクターも上がって、まあ、全面高っていう感じです。セクター感はですね、全面高っていう形で動いてる。じゃあセクターローテーションはどうなのか、 GUI 率見ましょうか。これ S&P500 のグロース株指数割ることのバリュー株指数なんだけど、上昇するとグロース株より、下落するとバリュー株の方に資金が流れてる。要はこれセクターローテーションが今どういった動き、まあグロース優位なのかバリュー株優位なのかっていうのを判断する上でめちゃめちゃ重要なチャートなんですよ。まあ GV バイ率っていうのも僕は勝手に命名してるんですけど、はい、いろんなね、投資系 YouTuber さんもこのチャート使ったりしてますよ。多分僕の、ね、配信とか見てくれてるのかなと思ったりするんですけどね。僕は勝手に作ってか命名してるやつなんで。で、これね、今のところ昨晩切り上がってきてるんですよね。で、RSI も上がってるでしょ。で、RSI の下値抵抗ラインのここのライン割ってないんですよ。で、切り上がってるんですよ。目先グロース株優位で、マーケットは動いている。目先グロース株優位で。で、MACD も一瞬デッドクロス組んだんだけど、そこからすぐに切り返してるんですよね。はい。依然として、一応このね、日足のラインを見ると切り上がってる。ボリバーの中央線25日移動平均線をボトムに、こう、ジグザグしてる動き方が継続してるから、今のところまだ上昇トレンド継続っていう感じですよね。このライン終わらなかった段階でね。はい。一応その目先はグロース株優位でマーケットは動いてるって感じかな。で、ナスダックであったりも昨晩 4% 急伸して、フィボナッシの 61.8% 戻しラインですね。ここまで戻ってきた。もうここを抜けてほしいんですよ。ここのラインまで上がるのはよくあること。ここを抜けると本物です。もうちょい上がってくる可能性がある。で、ストキャスティックス、RSI もまあここのラインをボトムにまあ動いてる感じですね。で、ソックス数は 4.75% 急伸。はい。で、フィボナッシの 61.8% 戻しラインを終値ベースで抜けて、5日移動平均線も切り上がってるんで、ここも次に意識されるラインは、ここですね。半値戻し 61.8% 戻しライン、3011ポイントと、3155ポイントぐらい、まあ、ここの高値ですね。まあ、そこを目指すような動き方に今のところなってきてるかな。で、ナスダックのね、ビックスとかを見るんですけど、ここも低下中なんで、今のところね、ゴールデンクロス組むような動き方してないですよね。今のところまだ怪しい動きはしてない、ビックス指数は。今のところね。で、まあ、ここあたり動きましたよと、じゃあ個別銘柄どうだったんかいっていう話なんだけど、ペイパル 12% 急伸ですね。はい。一目の雲の中に入ってきた。で、ショピファイ 11.7% 急伸。決算後の動きですね。で、ユニティソフトウェアも 11% 上がって、エネルギー関連のソーラーエッジは
上値抜けてから上昇方向にバンド幅を形成。仮想通貨関連のブロックも 9.59% 上昇。さっきのニュースにあったんですけど、アルファベットも決算後に 7.74% 上昇して、直近の高値安値のフィボナッチの 61.8% まで一応値を戻している感じ。ここを抜けてきたらおもろいですね。で、NVIDIA、半導体株ですね。ここも一目の雲の中に入ったんで、日足がトレンドの転換点に入っている。ストキャスティックスはまだその加熱気味のラインまで入ってないから、一旦入って落ちたんですけどね、また切り上げてきてるから、まだその上がっていく余力はストキャ見てもありますよね。で、マイクロソフト 6.69% 急伸。ここはフィボナッチの 61.8% 戻しライン抜けてきて、ここの高値ライン、要はダブルボトムですね、まあ、ここで見てもいいかもしれない。ダブルボトムのネックライン、この高値ラインを抜けてくると、フォアに関しては次に意識されるのはここですね。ここの高値安値のフィボナッチの 61.8% 戻しライン、$273ぐらい、$272かな、ここを終値ベースで抜けれるかどうかっていうレベルになってきましたよね。このまま上がってほしいですけどね。連投が連日続けばいいと思います。まあ、週末なん、もう週末なんでね、あれではあると思うんだけど。で、下がってる銘柄は逆にまあ 3M であったりとか、トラベラーズであったりで、ビザであったりとかね、まあ、ここ乱高下激しかったんですけど、あとスナップ、ファイザー、フォーク、コアコーラですね。で、ジョンソン・ジョンソン、まあ、ここあたり、バリュー株の一角はちょっとね、もたもたしてる。もしくは、急伸していた銘柄が一旦調整挟んでるみたいな、3M みたいにね。まあ、そういった動き方になっています。全体的にただね、やっぱ買い優先っていう形だったんで、米国株強かったよねって感じですよね。じゃあ、ただ、この流れを受けて、じゃあ、日本株どうやったんやっていう感じなんですよ、日本株は。はい。弱かったんですね。弱かったというか、戻り売りに押されてしまった。300円ぐらい上がって2万8000円一旦抜けたんだけど、そこから下がって最終着地2万7815円。で、ここに関しては、前から皆さんに言っていた通り、昨日皆さんにもお伝えした通り、昨日ね、やっぱし日経平均上げましたからね。はい。アルファベットとマイクロソフトの決算後の時間外取引の動きを受けて、ハイテク関連中心にこう値を上げて、日経平均も上げたじゃないですか。前もったね、上昇が入ってたんで、今日の上昇一旦上値を抑えられたっていうのが一つ原因であるのと、あとは騰落リッシュをね、これがやっぱし上値を抑えてる。もうこれ間違いないですね。はい、騰落リッシュ。過熱目先してるん で、最新のデータ、今日のデータがこれですね。7月28日時点での25日の騰落レシオ、昨日 131.04 だったところから上昇して 137.24、 まだね、加熱ラインに入ってるんで、こういったそのラインに入っちゃうとどうしても弱くなっちゃうんですよね。で、15日のレシオも147、10日149、まあ、6日はだいぶ落ち着いてきて、一瞬一旦205まで上がったところから128まで落ちている。でもどちらかというとやっぱ25日の長期の加熱のラインが140近いっていうところがやっぱ痛いですよね。これがなかったらね、もうちょっと上がってるはずなんですよ、日経平均は。目先の過熱感がなかったら日経平均もうちょっと上がってるはずなんですよ。これが頭を抑えてしまってる。はい。で、あと今日出てきたデータとするならば、投資主体別売買動向ですね。最新のデータがちょっと出てきてます。これちょっと黒に変えますね。7月の22日の週、海外投資家1919億円相当日本株を現金で買ってます。これ現金データですね。現金ベース。ただし、個人が大量に売っていて、5699億円、日経平均上がった関係で売り越しなんですよ。もともとやっぱし損してる人が多かったんで、一旦手締め売りっていう形の売りも入ってるだろうし、上がったら売りますからね、日本の国内投資家はね、基本的に。昔からずっと。はい。まあそういった売りが個人を中心に出てると。で、投資信託、信託銀行、まあ、年金経由の会話ね、ここもと入ってたと思うんですよ。おそらくこんだけその大量に、7月の1日の週からね、買いの量が増えてたんで、年金の買いで、今ちょっと落ちてきてる感じかな、829億で。で、証券事故が買ってきてる。7月の22日の週に。2700億円相当ですね。で、証券事故ね、ポツポツとやっぱし買ってきてる。ところがあるんですけど、ここあたりとか、そうですよね。ここあたりは需給の改善ですよね。高値期日、信用の9月の高値期日であったりとか、まあ、そこあたり意識しての、いやポジション買いが入ってたような感じ。
かな。まあ、国内証券ってね、結構その需給の改善を狙っての買いを入れやすいので、はい、それが今入ってる感じですよね。久しぶりですね、証券塾入ったのがね。1週2週3週4週5週6週連続利越しからの一点買い越し、そういったデータ出てる。で、日商合計の信用倍率、ここもね、だいぶその信用改ざんが整理されてきてるんですよ。7月の22日のデータを見ると、信用の改ざん、ずっとここもとだいたい3兆円超えてたんですよね。まあ、4月の1日はね、あの3兆円下回って2956億、まあ、まあ約3兆円ぐらいですよね、だったんですけど、だいたい過去のデータ振り返っても、昨年の10月とかって3兆5000億とか3兆7000億、11月26日はここまで信用の買い溜まってたんですよ。まあ、溜まったもんじゃないですよね。なんか悪材料出たらバッて売られるのはこんなの当たり前です。で、今それが少しずつ改ざんが整理されて、需給の改善が見受けられる。で、売り算が増えて改ざん増えた関係で、売り算が増えて買い算が減った関係で、信用倍率は 3.53% まで低下で、直近の上昇を受けて信用評価損益率もマイナス 11%、 これがマイナス1桁パーセントになってくるなら、ちょっとね、あのデータとしては非常にいいんじゃないかなと思いますね。もうちょっとその信用の改ざんの整理が進んでほしい。個人的には 2.8 兆もまだまだ多いレベルなんでね、またここから株が上がるってなったらね、改ざんがまた増える可能性もあるから、ただいい傾向ですよ、いい傾向。うん、少しずつ懸念されているところは改善されてきてる。まあ、そういったデータが今一応出てるんですよね。で、7月の22日の週がちなみにね、どこだったのかっていうと、上値のライン引くんですけど、水平ライン引くんですけど、7月の22日、ここですね。ここ。7月の15、だからここからですね。7月の15、ここ。ここからここのレンジ内で個人投資家上がったんで売ってるんですよ。売り上がってるんですよ。どん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 。まあ、皆さんにお伝えしてる通りですね。僕もあの売り上がっていきましょうって形で言って、で、まあ、最終ね、やっぱし高値近辺200日に達したラインで、達したラインで売りがね、あの結構出てるという形だと思うんですよね。ここを見るとね。チャートの形見ると、ストキャスティックス加熱気味なんですよね、今。で、RSI の、まあ、ここの外のライン、するんですけど、 RSI のこの上値抵抗ラインはまだ抜けきれてないんですよ。ここを抜けると、おそらく今のボックスの動きをぶち壊して上値を目指すような動き方になると思う。なんで噛むやなんで噛むねあと皆さん、よかったらね、チャンネル登録と高評価ボタン押してもらえたら嬉しいです。あとね、皆さんよかったらコメント欄にね、いろいろとコメント入れておいてもらえると嬉しいです。なかなかね、全てのコメントを返すことできないんですけど、いいねしか押せてないんですけど、皆さんのコメントを見て、いろんな、ね、情報とか新しい考え方とかを見させていただいて、それを夜のライブにね、活かさせてもらってるんで、よかったらいろいろとコメントに残しててもらえると、僕も嬉しいし、他の方 のね、夜のライブのためにもなると思うので、よかったらご協力いただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします、ご協力ね。うん、一応こんな感じだよね。で、ドル円が、今円高の方に加速していて、135円の前半まで切り下がってきてるんですよね。まあ、ここはただ前言っていた通りなんで、ダイバージェンスね、効果であったり、エリオット波動の第3波の最終到着点のスローオーバーが発生してからの、こう下にズドンという流れ、ここあたりは前皆さんに言った通りなんですよ。うん、この円高円安相場が、いや、ここですよね。円安相場が続いた、始まった時あるじゃないですか。これが2020年の年末かな。ここから円安が一気にね、加速したんですけど、ここでもやっぱしダイアゴナルトライアングルが形成されてたんですね。エリオット波動の第5波の、うん、宮田レポートとか見ても過去のやつを、確かそういった話されてたと思うんですね。で、ここも一旦その、ここの下値抵抗ラインを割ってきてるんで、下値抵抗ラインっていうか、まあ、ここのラインですね、次はね。ここと、このライン一旦消すんですけど、このフィボナッチラインも消しときましょうかね、見やすいようにね。ここのラインですね。ここを割ってくると、もうちょっと円高いく可能性ある。で、5日と25日のデッドクロスも形成してるから、明らかにここまでの動きとは違う動きになってきてるのかなって気はします。ストキャスティックスもまだ
完璧に落ちきってないんで、まだ下落の余力は残ってる。はい、目先円高の動きはもしかするとまだ続くかもしれないというところを把握しておいてほしい。でそれはね、やっぱしアメリカの金利が影響してますよね。下がってるんですよ、 FOMC の結果を受けて。アメリカの10年債利回りは 2.796% まで下落。まあ長期のラインがね、デッドクロス組んできてるっていうのもあるんだけど、あと2年債利回り 3%、 5年債も下落途中で、ここあたりデッドクロス組んできてるでしょ。で20年債30年債もまあ比較的ね、穏やかな動きに終始している。ここあたりを受けて、まあドル買いが一服してるっていう感じですよね。で長短金利差に対しても、アメリカの10年債利回り引くことの2年債利回りは 0% を下回ってマイナスになってます。これを逆イールドって言うんだけど、景気後退懸念は依然としてまだ残ってるっていう状態かな。そういった感じですよね。で FF レートのその利上げ回数に関しても 0.25% の利上げを 13.1 回なんで、今 3.25% って形になってるんですよね。利上げ回数予想が FF レートを見ると、これ計算で求めてるんですけど、ちゃんとデータからですね。まあ、経済指標でデータ次第っていうところですよね、ここあたりもね。ただ年内もうちょっとやっぱしそのこの FF レートは切り上がってくると思うんで、金利の動向はまだ引き続き注目かな。うん、そんな感じです。はい。でまあ、そこあたり受けてね、やっぱし円が買われてるっていうところもありますよね。で次に見ていくのがドル円見たので、ドルベースと日経平均ですね。ここを見たいと思うんですよ。で、ここは円高に進んで、日経平均も上がった関係で切り上がってます。で、これ日経平均割ることのドル円なんですよ。分母がドル円なんで、円高になると、このドルベースと日経平均の上昇圧力につながる。で、ここの窓目を今狙いにいってる感じです。で、引け高値ベースで上がってるんですね。海外投資家にとって今、日経平均っておもろいんですよ。切り上がってきてるから。もうちょっと見たいですね。5日と、75日のゴールデンクロス形勢を見えてるんで、騰落レシオがね高いっていうのがね不確定要素ですよね。上値は抑えられやすい。本当に日柄調整を前から言ってる通り、数週、まあ1週間じゃ足りないと思うんですよね。これか、まあ一旦こうストーンって下がってもらうかしないと過熱感は解消されないから、まあ、過熱感を無視してから上がっていく局面もあるんだけど、そこはもう米国株頼り頼みっていう感じかな。うん。で、その他のやつは次に見ていくのがリートはこんな感じで切り上げてきている。トピックスは、トピックスも横横状態で、ストキャ過熱気味のラインですね。で、RSI は上値抵抗ライン意識の展開は依然として、ここも続いてるでしょ。まあ、ここから引くんですけど、でちょうどここで、ぶち当たりますよね。綺麗ですよね。ここのライン抜けてくるかどうかです。日経平均と全く同じ動き方、ここも。NS バイルズ、これ日経平均割ることの S&P500 ですね。上昇すると日経有利で、下落すると S&P500 有利なんですけど、ここは、ここはこのラインですね。ズドンっていけばドボンっていって米国株優位になります。このチャートって日経平均割ることの S&P500 なんですけど、上昇すると日経平均優位で、下落すると S&P500 優位なんですよ。下落するとね。 RSI のこの下の抵抗ラインはかなり重要なラインだと思うから、もしここを下回ってくるようだったら日本株の優位性が若干薄れてしまう可能性、それをねちょっと意識せざるを得ないかなという感じの動き方です。はい、皆さんしっかりと見とってください。バチューですね。これが下に行ってくると、下に突っ込んでくると、ここのチャート一旦壊してくる可能性があるんで、そこ注意ですね。米国株の方が日本株よりもアウトパフォームする可能性が出てくるかもしれない、ここ見るとね。そんな感じだよね、ここ見るとね。でマザーズも 0.5%、まあ、小幅に上昇っていう感じですよね。マザーズはここの RSI のライン張ってるんですよね。こう上の方に行ってほしいんだけど、一目の雲の上限、この赤のラインを抜けてくると
1本トレンドが発生してパラボリックマックディ一目のこの3つのテクニカルが上昇トレンドを形成するから、そうなってくると面白いんですよ。でマザーズに関わる、ね、倍率とかもちょっと見ましょうかね。NT 倍率、これ日経平均割ることのトピックスですね。上昇すると日経より、下落するとトピックスより。で今は上がってるんでトピックスの方が優勢なんですよ。で NM 倍、次に見ていくのがこれですね。これじゃない、NT 倍率見ました。でこれか、 NM 倍率ですね。これ日経平均割ることのマザーズ、上昇すると日経有利で下落するとマザーズ有利で、ここは逆にちょい下げてきてるんですよね。ごめんなさい、TM 倍率これです、これです。トピックス割ることのマザーズですね。これ上昇するとトピックス有利で下落するとマザーズ有利ですね。さっきの一番最初のやつは忘れてください。でこれは切り下がってるんで今はマザーズ有利ですね。はい、すいません、さっきトピックスの方が有利って言ったんですけど逆です、マザーズの方が有利です。で25日と75日のデッドクロス形成がここは見えてるし、 TM 倍率も、まあ、NM 倍率もそんな感じだから、目先マザーズの方が若干優勢な感じかな。若干優勢に動いてるような感じがこれを見るとします。香港ハンセン 0.25% 下落、これ横横状態ですね。上海 0.31% 上昇、 32% 上昇、ここも横ばい状態。米国株強かったけど弱い展開で、ユーロストック50、欧州の株式マーケットは雲の中にね若干片足突っ込んでる。ストキャ加熱気味なんですよね。 RSI をより重視していきましょう。ここはこの場合はこのラインですね、若干抜けてるんですね。イギリス FTSE も 0.13% 上昇、200日にぶつかってるんで抜けそうな感じもしますよね。ダウ理論も意識されて、でビットコインも314万まで上昇で、25日移動平均線をボトムに上がってきてるから、ここもいわゆるその上昇のパターンですよね。それを形成してきてはいる。25日ボリバーの中央線下回んなかったらいいですからね。あとはこの RSI の下値抵抗ライン、もうここも割らなかったら OK、 なおよしって感じです。ここかこっちにしときましょう。こっちがより重要視されると思う。ここのラインを割らなかったらいいと思う。割ったら下にドボンっていくんで、そこぐらいかな。なので現状の動きも見てみたんだけど、日本株もね重たいっちゃ重たいんですよね。主力とかは、まあ、ソフトバンクグループ行ってこいで今日ちょっと下がってる。で円高に行った関係でトヨタとかこうガンって下がってますからね、まあ、日産上がってんだけど、スバルこんな感じ、リクルートも急進ですもんね。これ強いんですよ。バンドオーク中ですまだ、依然としてバンドオークで、 M3 も決算後に急騰して引け高値ベースでしょ。特別利益の反動で減益ってなったけど、それを度外視すると2割増っていうところが評価されて上げてきてます、ここはね。で東京エレクトの 0.37% 上昇、まあこう言ってこいの状態ですよね。ボリバンの上の青のラインで頭を抑えられてる。でレーザーテックとかも言ってこいで、まあ寄り付きね、特別買い気配でスタートして1万9000、まあ、7、800円ぐらいまで上がったところから一旦ゾーンで下がって1万9000割れ、1万8000台に入って最終ね、0.5% 上昇という形。まあ、ちぐはぐしてる。これも全部あれです。さっき言った騰落レシオの影響ですね。上値を抑えられてるのは。過熱感がちょっと意識される展開。だから依然として続いてるんで、気持ち悪いですよね。いや、僕のその動向に関しては皆さんにツイッターの方でお伝えしてるんですけどね。今日もその高いところで一部売ったんで、はい。それもツイッターでリアルタイムにバチューにつぶやいてます。で、そこから日経平均一旦毎転して、で、最終戻ってプラスで着地っていう状態だったから、今日に1日の単日の動きだけで言うと、まあ完璧に捉えられたのかなって気はするんですよ。はい。完璧にリスク管理もして、まあ持ち越す分は持ち越してるっていう状態なんですね。あとは、まあどこまで上がれるかわかんないんですけど、もし怪しい動きしてきたら、まあ僕はもうすぐに、またエグジットしてやっていこうかなっていう感じはしてます。上がってほしいですけどね、ここからね、うん、今決算シーズンなんで、そんな感じかな。
なので、またより詳しい情報を、マーケット解説以外のさらなるプラス情報に関しては、今晩、ライブ配信またするので、そこで皆さんにお伝えしたいと思います。で、開始時間ね、21時半か22時にするかっていうのはちょっと決まってないんですけど、今晩ね、GDP も発表されてきますからね。はい、データもね。まあ、そこあったりもやっぱし重要な指標になるし、そこあたりの解説もしたいなと思ってます。というわけで、またね、もし今回今僕話した内容ですね、もしためになった、参考になったと思っていただけましたら、よかったら最後にね、チャンネル登録と、あと高評価ボタン押しとってもらえると嬉しいです。あとコメントもね、皆さんさっきもお伝えした通りなんですけど、皆さんのいろんな意見お待ちしてますんで、よろしくお願いします。またね、夜22時にお会いしましょう。とりあえずマーケットね、まだ過熱感抜けてないんで、そこあたり気をつけながら、突発的な急落入ってくる可能性を依然として、今日の動きを見ただけだったら、ちょっとまだね、念頭に置いておいていただきたいかなと思います。というわけで、皆さん一旦お疲れ様でした。また今晩ですね。